どうもこのまるです。キタロです。今日はエナイフンがプラダのショーに参加したのでそちらの話していきます。爆池のみんながすごすぎてとりあえず震えてるんだけど、なんなのこれ。すごいよね。ね。いやなんかもうすごいことになってるね。いやでもさ、なんか改めてやっぱ世界的スターなんだっていうことをなんか思い知らされたというか、なんか思わされたというか、うん、なんかすごいめちゃくちゃかっこいい上にめちゃくちゃ歓声もあって、なんかわーみたいな、なんかみんなすげーっていう気持ちになったよね。そうだね、なんかもうほんとこれぞスターみたいな感じだよね。うん、こういうの見たいからさ、マジでよくない？自分の推しとるグループがこんなことになるって、そのエンジンちゃんなんてもう最高すぎない？こんなの。わかる。だって爆音系のさ推しを見たいわけじゃん。うん。で爆音系がずっとさ更新されとるわけ今なそうだね。うん、だから見応えもあるし、うん、うん、なんかもうマスターさんもいらっしゃるじゃんもう、うん、そうそうそう、なんか美しい絵画のような写真出してくるからさ震えとるね。なんかどれもそう、マスターさんのなんか質感がすごいやつあるもんね。あるある。なんか2期とかすごいやつ見つけてさ、2期ってなったから、わかる、彫刻みたいな。うん、すごいね。なんかあれなんでしょう、しかもさ、なんかこの K-POP グループでこういうプラダのショーかなに招かれたの初めてなんだよね、グループとしては。ね、そうだね、 NIFM 初めてだって書いてあるね。うん、すごいね。なんか数ある K-POP スターがいる中で NIFM っていうのがね、めっちゃ良くない？うん、いやそうだね。まあ、あとさ、先ちょっと言わせてよ、坂口健太郎さんいたじゃん。そうだね。なんかあの2期と一緒にね写真撮ったり、まあみんなとももちろん、なんかタイの俳優の方ととか何人かでアジア系の、うん、アジア勢って感じで多分写真撮ってたりとかあったんだけどさ、まあ、坂口健太郎さんだけに限って言えばやっぱりあのなんかちょっと申し訳ないんだけど、エンティームみたいなとこあるじゃん、坂口健太郎さんが。そうだね。いや本当これ語弊あるけど、でも本当そうだもんね。そうなんそうなん。だってあの人人狼みたいな感じだったからさ、そもそも、うんうんうん、そんな顔するなって言ってはったから。そうだね、 MV の最初とか割とメインみたいな感じだったもんね。そう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 。だからそんな人狼のエンティームの坂口健太郎さんと写真撮ってる2期はもうもはやなんかつながりすごいなと思って、なんか勝手にねつながりめちゃめちゃ感じてて、うん、なんか一人で興奮しとったん。何この世界と思って。わかる。だって、まあ、2期と K 君はもちろんつながりがあって、うん、で K 君と坂口健太郎さんもつながりあってなんか友達の友達はもう友達みたいな感じの、なんて言うんだろう。だからさ、もうトライアングルができたんよ、ここで。そう。だからなんかすごい嬉しいよね。うん。ねえ、もうだからさ、多分3人で遊べるよ、これでもう。でもなんかすごいね。なんか、違う、てか、坂口健太郎さんの話ばっかり申し訳ないけど、背部関係のやつに言いすぎじゃない、うん、健太郎さん。そう。マジで。だって、こんなこと言ったら、健太郎さんは、また別枠っていうか、もう当たり前だけど、別のルートで、うん、まあ普通にモデルさんだからさ、うん、モデルさんでもあるから、多分普通別のルートで来てるんだと思うんだけど、なんか背部関係感じちゃうよね。うんうん。もはや私背部関係なのかなって思ってた、勝手に。そんなわけない。いやそんなわけないって、俺だってウィキで調べたもん、事務所。違うよなと思って今調べたんね。じゃあ普通にトライストーンエンターテインメントってとこの所属だから。別に、まあなんか、でもどうなんだろうね。やっぱり近からず遠からずみたいな。ね。あとはなんかなぜかツーショット撮ってるのもすごい尊いんよね。マジで聞くと。うんうんうん。いや、本当にそう。なんかなんなら、本当隣に座った状態でファッションショー始まったりとかしてたっぽいから、うんうんうん、そうなんか結構話してるといいなみたいな。あ、このツーショット以外でもそのショーのところも隣同士だったんだ。うんうん、ショーも隣だった。やば、もうマブじゃんそんなん。マブマブ。うん、マブだよ。じゃあせっかくなんでね、プラダをまとったエナイフンたちをねちょっと見ていきたいんだけど、まず空港からもうプラダまとってたからさ、うん、うん、そちらちょっと見ていきますピヨ。なんならプラダオフィシャル、プラダ公式からなんかこちら紹介されてて震えたん。すごっていう。すごいね、公式からってすごいな。
ね、いやマジでこれが K-POP アイドルかっていうやつだよね。うん、ね、しかももうスターのやつ。ね、なんかさ、私これね、写真だけじゃなくて動画でもこう颯爽とこう一列に並ぶようなところ見たんだけど、うん、マジでかっこよくて、マジでかっこよくて2回言ったんだけど、うんうんうん、いや震えたよ、うわーと思って。やばいね、いやこれで現れるのやばいね。そうな、なんかソンフンとかマジでマフィアじゃんと思っていや本当にわかる。でもすっごいかっこいい、超似合ってるこのロングコートね。なんかジェイクとかはね、ちなみにあのプラダっていうところを見えるようにちょっとこう直したりしてたらしくて可愛いって。あ、そうな、やば、さすがじゃん。 ね、うん、ね、でも結構さ、若干あれだね、テイスト違ったりするね。なんかヒスンとかは結構カジュアルめじゃん、なんかゴージャスカジュアルっていうかさ。うん、うんうん、わかるわかる、結構ニットとかでね。まあ、ジョンウォンもなんか可愛さ結構残ってる感じなんかね、多分このジャケットめちゃめちゃプラダだと思うんだけど、そうだね、てかそっか、もう全部全身プラダなのね全員。うんうん、なんかでもさ、襟周りがボアだから、すごい可愛さがさ、なんかマッチしてとてもいいですねっていう、うん、いいね、あこれ可愛い。てか、なんか結構なんかその人にやった感じだね。なんか J、うん、J も結構っぽいみたいな。いや、私 J の私服知らないんだけど、ぽい。わかるわかる。これなんて言うんだろう。なんか不思議な切り替え素材みたいになってるけど、袖と。いや、またはもしくは、あの、合わせて、重ねてきてると思うよ、これ。そっか、上ベストっぽい感じなんか。そう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 。わ、すご。で、2期ね。いや、もう足。足なんよ、2期は。タートルネックはあとずるいよ、なんか首長いからさ。確かに。ねえ、モード味がすごいよね。なんかちょっと何とも言えん感じのすごさだね。続いてプラダのファッションショーに参加するときの服がこちらです。やっぱなんかなんだろう、艶やかになってさ、そのヘアスタイルとか、うん、結構服に合わせたなんかハイブランドっぽさすごい出とるよね。ね、空港の時はやっぱりこうやって比べると、空港の時はまだちょっとカジュアル味が強かったんかな。こっちはもうほんとなんかファッションショーみたいな感じだよね。そうだね、まあいいものまとってる感すごいよね。うん、いやすごい、じゃあなんかソヌとかもなんかあでやかみたいな。てかソヌめっちゃかっこいいよね。うん、この前髪の感じすごい好きね。いや私さ、うん、この間さ、その何のやつかな、なんか NF のさ、なんか見てて、あの音楽番組の出演のやつ、うん、ソヌの笑顔が本当可愛いなって思っとったら、片やこんな顔されるからさ、うん、すごいなと思って、振り幅が、うん、ね、表情やばいよね。うん、やばいよね、うん、ちょっと隣の2期もやばいんだけどね、だいぶもう本当17歳かって疑いたくなるもん。いやマジでずっと17歳か疑っとるよね、うん、うちらはね。いやそうなん、ずっと疑っとるかっこよすぎやろマジで。うん、あと私 J のこの上下セットアップの感じもめっちゃ好きなん、かっこいいよね。いいね、やっぱ J っぽい、なんかこのデニムって感じがね。うんうんうん、なんか少しやっぱカジュアルな感じが似合う男なんかね。うん、確かにそんなイメージはある。ソンフンでしょ。いやソンフンもやっぱこういうかっちり系似合うよね。うん、いやソンフンはもうこうであってほしいみたいなね。そうそう、貴公子感がやっぱ欲しいじゃん、うん、ソンフンは。うん、いや私さ、あと横のジョンウォンこういう感じ、なんかすごいこの前髪ストーンっていう感じが、うん、めっちゃ雰囲気あってと思ってさ、これもまた新しい感じがしてめっちゃ良くない。確かに、うん、ジョンウォンもなんかちょっとそうだね、結構これだったらこういうの結構なんか不思議な魅力っていうか、なんかジョンウォンも結構可愛いイメージだったからいいよね、新たな一面って感じそうだね、またさ小顔だからさ何でも似合うみたいなとこあるよね。なんかバランスいいじゃん。バランスいい、確かにそうだね。で横のヒスンはなんか意外とカジュアルダウンしてて、なんかすごいスーツっていうよりはちょっとラフな感じに見えるような格好で、うん、それはそれでまたいいよね。うん、確かにあれだよね、なんかこれさ見た感じなんか燃え袖しとってさ、わかるちょっといいよねね、燃え袖は計算ですか、ねね、でもこんなかっこいい顔しとるなんて、もうギャップやばないわかるわかる、やばい、うん、でジェイクでしょ、いけすぎやろ、ジェイクマジかっこいいよね本当に、うん、ジェイクやばい。しかもこれなんか、なんかのニットなんかな、このなんかこのライン入ってるのがめっちゃ可愛くて好き、アクセントで、うん、あわかる、かわいいね。ね、うん、いやなんかあれなんかな、このライン入ってそうな横のさストライプっぽいの、うん、ボーダーか、ボーダーっぽいのはジョンウォンもそういう感じなんかな。あーそっかそっか、ジョンウォン止めとるけど開いたらそんな感じなんかもね。うんうん、
でもさ、知ってた？なんかさ、いつのコレクションかなって言って。なんかあれ冬服か、今季のかなと思ったら、そんなわけないよね。だから見たらさ、FW23 ってなってさ、いやいや、来年ってなって、来年じゃないか、来、なんかね、次の次の話って思ってさ、私的に。そうだね。今ですら冬なのに、次の冬の話やろ、これ。そうなん。なんか、ファッション業界そうだったね、と思って。なんか早かったな、と思って。いや、でも、なんか早いとは分かってたけど、こんな早いと思わんかった。なんか夏だったらまだ分かるけど、いや、てか私、次の冬なんだ、みたいな。夏っていうかね、春ぐらいだと思っとった、せめて。ああ、なるほどね。だから3月4月かなと思ったらさ、1月かっていうね、まだ冬だよみたいなさ、すごいよね。うん、いや、すごい、先取りが半端ないね。ね。だから、これ今から買えるんやろ、きっと。だから、違うんかな。これさ、あ、でも違うか、これ今のコレクションを着てるんか、きっとね。うんうん、そうだね。うん、で最新のコレクションを見るって感じだもんね。ああ、そうだね、そうだね。あ、そっかそっか。じゃあ同じやつ着たいってなったら、今こう探したらあるってことなんかね、きっと。そうだね。だからおそろできるってことはね。いや、できんから、こんなすぐに簡単にできんから。不合しかできんもんね。うん、で以上でね、今回エナイフンがプラダをまとって最高だったんでね、とりあえず興奮したからもう撮りたいってなって撮ったんだけど、やっぱね、いつだって爆イケのスターたちを見るのは最高だよ。最高、もうプラダを着たエナイフン最高だったね。言いたいな、言いたいだけな。そうそう、プラダを着た悪魔の話しとる。そう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 、わかる、ほんとそう。ブランド物身につけてほしいからさ、やっぱスターには。わかるわかるわかる、めちゃくちゃわかる。でもさ、なんか最近私アイランド見返しとったから、ギャップ半端なくてやばい、マジで。あー、そっかそっか。なんかさね、あの時はさ、デビューに向かって頑張ってた少年たちだったじゃん。うん、それがもうほんとスターだからさ、マジでキャーキャー言われてたじゃん。なんかさ、うん、ね、ミラノのさ、プラダにいるエナイフンをみんなが見に来るみたいなさ、なんかすごい図もあったじゃんね。すごい、なんかファンの方たちがね、駆けつけてるなんか写真みたいなあったもんね、映像っていうか。そうそうそう、うん、いや、すごい、しかもヨーロッパでね。うん、ね、うん、でエナイフンはなんならもう次21日かな、京セラでね、ライブあるからさ、うん、なんか次もう日本来るね。忙しいね。忙しい、やばね。しかもさ、なんか合間塗ってビバラしたり、うん、インスタライブかなとかもしたり、なんか、うん、いや、もうすごいな、サービス精神と思って。まあ、仕事なんだろうけど、もちろん。うん、うん、うん。いや、にしてもよ、と思って。ね。いや、そうだね。確かになんか、そこがやっぱエナイフンの人気なとこだよね、やっぱり。まあ、だからさ、エナイフンの次の活動が楽しみだよね。そうだね。